日本松神社永代祭、日本松の提灯祭り七丁合同引き回しの出発式を開催いたします。実行委員会会長、日本松市市長挨拶。日本松提灯祭り実行委員会会長、日本松市長美穂健一様、お願いします。皆さんお晩でございます。本日は日本三大提灯祭りの一つ、日本松神社例大祭、日本松の提灯祭りをここに日本松市内外から多くの皆様方をお迎えいたしまして開催できますこと、誠におめでとうございます。皆さん、多くの皆様方の思いを込められた待ちに待った3年ぶりの提灯祭りです。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を図りながら、提灯祭りへ寄せる熱い思いとエネルギーを爆発させて、そして盛大に楽しく開催できますことを心から願っております。どうか皆さんゆっくりとお楽しみください。おめでとうございます。終わります。ここで本日ご来席のお客様をご紹介いたします。日本松神社例大祭提灯祭り保存会会長、日本松提灯祭り実行委員会副会長、津田博様。匠、日本松市地方創生アドバイザーセブン銀行代表取締役会長、安西隆様。日本松市観光大使女優大山紗友子様。日本松観光協会会長、安西文彦様。有功都市駒ヶ根市長伊藤雄三様。郡山市長品川正人様。大玉村長押山俊一様。続きまして本日いただいているご祝辞をご紹介いたします。衆議院会根本武美さんよりご祝辞をいただいております。出発宣言、令和4年度日本松若年連合会会長、鈴木孝則。おい、ただいまより令和4年度日本松神社例大祭、日本松の提灯祭り七丁合同引き回し出発を宣言します。